春休みお小遣い企画実施中、詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さんこんにちは。土曜の昼から俳句金くらくらチャンネルのけーすけです。パパーということでね、お昼からくらくら実況やっていきたいなと思います。で、今日は何をね、廃課金していくかと言いますと、もうね、大工の拠点、もうユニット残りわずかになってきましたね。リクエストいただきました。ケイスケさん、ガーゴイル、こいつですね、廃課金してレベルマックスにして、ラッシュやってみてくださいっていう動画、動画じゃない、リクエストいただきました。ね、もうね、ベータガーゴイル、はい、見てください。綺麗な色の緑ですね。綺麗な緑色しておりまして、もうね、雑草だったらこれね、もう間違いなくね、美味しいでしょうね。ほんと食べちゃいたいぐらいな。綺麗な緑色しているんですけども、結構ですね、やっぱりビルダーホール5とか6とかでガゴラッシュ結構ね、見かけるらしいので、今回はですね、ビルダーホール8でも、ガーゴですね、レベルマックスにしたら、果たしてラッシュ通じるのかどうか、こいつをやってみたいなと思います。ということで、今日もね、いつもの廃課金やっていきましょう。レディーゴー。はい、じゃあね、早速ね、資源をね、いつものように買っていってね、廃課金の方を行っていきます。2119M を購入いたしまして、はい、エリクサー満タンにしていきました。そして、ガーゴイですね。ちょっとね、レベルですね。ステータス見たいなっていう人いると思いますんで、ね、ゆっくり見ていきましょう。まずはレベル14から15になりますと、14だってなんだっけ？あ、ロングショットの、能力が強化されて、5回分はね、より多くのターゲットに攻撃して、デカのレベル15になりますと、秒間ダメージがプラス6の、ヒットポイントプラス18となりますので、ダメージが毎秒70の、そしてヒットポイントが、195になるのかな、になります。なので早速ポチっていきましょう。で、そしてね、こっからですね、はい、いつも通りですね、ポチっていきます。なんかもう、ここら辺見慣れた光景ですね。なんかもう、いや、もう慣れすぎちゃった。慣れって怖いですね。人ってね、慣れるとほんとね、感覚ってなくなるんですよ。結構ね、やっぱりね、あ、そうそうそう。はい、レベル16にすると、最初の6回分の攻撃、一発多く、ダメージをね、遠くから与えることができるんですよ。これかなり大きいですよね。で、ここからですね、エメポチしていきます。さっきも言ったようにですね、もう慣れちゃってるんでね、年を取ると、年月、月日の流れ早く感じるのって、あれってね、もう、常にですね、もう慣れちゃってるから、早く感じるらしいです。子供の頃って月日が、長く感じるのは、もう常に、いつもね、刺激の毎日な、だから、長く感じ、あ、もうそういう話はどうでもいい。はい。ということで、ポチっていきまして、ベータガーゴイルレベルマックスになったんで、早速やっていきましょう。はい。じゃあね、早速やっていきましょう。そうだな、クラッシャーとかもう、カンストしてんじゃん、この人。やば。ちょっと怖えな。ま、とりあえず、削れそうなところをね、削っていきましょう。とりあえず、ベータガーゴイルの強さ。と、1、2、3、4、5、6。あ、やっぱり、6発飛ばせるってかなりでかいですよ。これによって、だいぶ削れますので、とりあえず一旦、パーセンテージを稼いでいきましょう。パーセンテージを稼いでいって、これぐらいに離れた施設。アーチャータワーの範囲外からこういう風に削るってかなり大きい。じゃあ、こっち側も削っていきましょう。テスラとかも削っていきたいな。削っていって、で、施設ですね、削っていきましょう。で、あとはそうだな。作戦としては、バーナー、ちょっとバーナー対空爆弾がビルダーホールの近くにいるっていうのが嫌だ。すごい嫌なんですが。まあまあまあ、まあ、とりあえず、一旦ここら辺も削っておいて、大砲とかも削っていきましょう。で、こっから一気に面で出してみるっていうのもありかもしれないですね。とりあえず警戒用に、トラップ解除用に、ちょっと一旦、こういう風に出していきましょう。で、そしてテスラとかも削っていって、で、これトラップ解除用です。トラップ解除していってもらって、ここから、ディアーと、面で行けば、面で行こう。で、ロングショットの能力を生かしつつ、で、そして、で、迫撃銃砲とかを削っていってもらったら、あとはビルダーホールまでの道をこう、作っていくみたいな。こっち方向からバトルマシン投入していきましょう。クラッシャー。銃砲削れたら。どう？いける？あ、でもメガテスラ強い。一気に一発に2体を瞬殺していくんで強い。あ、強い。メガテスラが強い。これメガテスラが強いっていう動画になってる。ちょっと待って、メガテスラが強いっていう動画。ちょっと待って、メガテスラやっつけて。やっつけてメガテスラを。オッケー、メガテスラやっつけた。で、こっから、はい。中に入れていきましょう。中に入れていって、で、ビルダーホールを折る。そういう流れでいこう。どうどうどう。やっぱりこう、ビルダーホールの近くに範囲攻撃が固まってるのにでかかったですね。ちょっとこれがなければね、いい配置だったな。いや、待って、これバトルマシンさ、アーチャータワーとかの方の区画殴んない、これ。
あるよこれ。いやちょっとたま入れる角度ミスったな。角度をミスる。はい、パーセンテージは伸びるんですよ。パーセンテージは伸びるんだけど、あーちょっと、あー惜しいな。ちょっともう一回やっていきましょう。これはさすがに惜しかったな。はい、じゃあ続いてここ行きましょう。あー、アーチャータワーも両方とも射程距離長いやつだから、思ったのが、最初ガーゴ数十体で、ここら辺ね、ビルダーホールまでのやつを一気に削っていって、ビルダーホール前までを。で、残りのガーゴへのロングショットでビルダーホール落とせば確実に、ほぼ確実に落とせんじゃねえかなって思うんですよね。で、あとは、そうだな。ちょっと、トラップ解除用の、あれですね、ガーゴとかを出していきながら、削りを行っていきます。これね、削りとトラップか、確認ですね。これを行っていきます。あ、やっぱりありましたね。はい、やっぱりこういうところ。こういうところに大体設置してあるんですよね。で、あとはパーセンテージ、ここから、オッケー。おいしい。結構削れてるよ。このガゴが優秀。なんか3つぐらい削ったな、今。で、時計塔とかで、を壊してあげて、ちょっとラボも削っていきましょう。金山も削っとこう。とりあえず。この6発、やっぱでかいな。金山削りきれんでしょこれ。これ金山削りきれそう。どう？あ、こっちのガゴは一瞬ターゲットだから削れたっていうだけだ。でもまあ。とりあえず、ここ行きましょう。で、時計とラボを削り終えたらある程度、ちょっと待って、一旦こっち。金山も削ってパーセンテージ稼ぐ。OK、美味しい。で、からのラボ。で、最初、20体ぐらいで一気にここ削っていきましょうか。20体ぐらいでちょっと対空火力とか削っていって、で、アーチャータワー削るでしょ。で、次が、で、メガテスラがやっぱさっきね、やった通り怖いので、ここは数で押します。ここは数で押していって、で、削ります。数で押して削りを入れつつ、で、大砲も削る。で、あとは、あー、メガ地雷。で、はい、アーチャータワーも削っていって、で、ここですよ。ここを、あれです、ロングショット。ロングショットの能力で、ここですね。4、5体ぐらい当てていって、で、削っていく。で、そしたら逆サイドをバトルマシンで落としていけば、はい、こういう攻め方だ。正解見つけちゃった。そして、で、あとはね、ちょっとバトルマシンがやばいんで、一旦、能力解放していって、で、こうやれば、しっかりと星2を取りつつ、でよ、星2を取りながら、はい、ちゃんとパーセンテージも稼いでいける。このやり方良くないですか、ガゴラッシュ。これで、はい、パーセンテージ 53% まで乗った。じゃあ、あとはテスラとか、と、あ、もうダメだ、時間がないんで、もう、ちょっと使っていきます。使っていくんだけど、あー、ちょっと、ロケット花火、射程長えな。ロングショットの能力を持ってしても、この距離だと届く。なるほどね。ちょっとね、コツ掴んできました、俺。で、どう？あ、でも勝てた。オッケー。ちょっともう一回やっていきましょう。はい。それでは続いていってみましょう。そうだな。今回は、あ、でも、対空爆弾バーナコ超庫にあるから、こっちからガゴを一回ディアって出してみたいんですよね。バーって出して、で、狙いは、重砲あたりまでいけるかな、これ。怖えな。重砲あたりまでいけないような気はする。待って、一回とりあえず、パーセンテージ稼ぎは行っておきます。ちゃんとしっかりと保険はかける。それがケイスケ。行きましょう。で、一旦、削るでしょ？パーセンテージ稼ぐでしょ？で、最初、第一部隊25体ほどで行きます。で、第二部隊20体ほど行きます。で、そして、残しておきます。残しておいて、一気に削っていきます。一気に削れ。オッケー、いいよ。だいぶ削ってる。だいぶ削っていってもらってて、こいつらはトラップ解除ボタン。はい。トラップが出たんで、ここからさらに10体追加。で、からの、クラッシャー、重砲あたりを削っていってほしい。頼む。いけ。そして、日本の方だった。こんにちは。おはようございます。すいません。こんなネタ攻めしてしまって。あー、そして、くっそ、やっぱりメガジン設置してあるか。いや、でもわかんない。重砲削ればまだある。重砲、いける。いったいよし。重砲削ったから、あとは、パーセンテージ稼ぐだけ。ここのガゴが頑張って時計と削ってる。いける。削れたら、OK。ここからスタート。
ってビルダーホールまで道はできる。よしよし。今回は、さすがポンさんね、ちゃんとね、俺がね、ガゴラッシュそろそろやる時期だろうなって思ってね、もし当たった時のことを想定して、多分ね、メガジラはね、こっち側に設置してたんですよ、多分。多分そういうこと。うん。自意識過剰だなって思う人はね、コメントお願いいたします。自意識過剰です。で、あ、ただクラッシュに、痛いよ。ちょっと待て。ちょっと、オッケー、ここの二連砲が、工事中だったから、ちょっと、よかった、救われた。で、そして、星に置け、よし、取れた。取れて、よし。さあ、果たして、勝つことできたのか。ああ、でも、危ねえ、ギリギリ。やっぱ、日本の方うまいから、星にちゃんと取ってきますよね。はい、じゃあ続いていきましょう。ちょっとね、続いてはね、違った攻め方もいいかなと思ってて、対空爆弾をガーゴイのロングショットで壊していくみたいな、そういう攻めとかも面白いんじゃないかなと思うので、ちょっとやっていきます。さあ、とりあえず1体ずつ出していって、まあね、パーセンテージ稼ぎとアットラップの確認ね、いつも通りね、やっていきましょう。で、あとはそうだな、もうとりあえず、ないな。まあとりあえず、様子見で、金庫とかもね、しっかりと削っていきます。いいよ。結構削れてるよ。いいよ。少ないガーゴイルでね、やっぱりいかに削っていくかっていうのもポイントになってきますんでね。で、そしてね、ここら辺とかも削っていってあげながら、オッケー、金庫も削れた。あとはエリターンですね。エリターンも削っていって、で、ガーゴ何体ぐらいでレベル7のアーチャータワー削れるんですか、ね、ちょっとやってみましょうか。1、あ、ちょっとダメージ入っちゃってんな。ちょっとここら辺とかも削っていきましょう。で、ロングショットを使っていって、あ、ちょっとここ、もったいない。で、削っていきましょう。で、しっかりと、ロングショットを使っていって、対空爆弾削っていきます。で、あ、テスラ2本固めてる。で、この2体が結構削るんじゃないか。なかなか削るぞ。あ、ただやっぱり、この距離だとロケット花火の範囲内になるんだ。あー、結構、やっぱロケット花火強いな。ロケット花火が強い。まあでも、とりあえず対空爆弾を削っていって、っていう作戦、地道にコツコツ削るっていうのがやっぱり大事ですからね。で、そしてそろそろ削れますね。 OK、 いいよ。でロケット花火削っていきましょう。で2連砲も削っていって、ちょこちょこ出していってでロケット花火削っていきます。でそしたら、はい、ビルダーホールまでの道ができた。でこれでロングショットを使っていきましょう。で、オッケー。そしたらもうバトルマシーンはこっち方向でもう出しちゃって、パーセンテージ稼ぎ、やっていきましょう。で、1、2、3、4で、ビルダーホールを落としていきます。なかなかコツ掴んできたぞ、俺今回。いいよ。待って、ガゴラッシュが上手くなってるっていう感じない俺。ないこれ。上手くない結構。でもね、やっぱりロケット花火4本あるってきついな。ロケット花火4本あるって、相当きついですよ、これ。で、ここらで削っていって、で、ビルダーホールは、落としたでしょ。で、待って、バトルマシンが落ちたぞ。バトルマシンが落ちた。じゃあ、ちょっともう、HP の低い施設に関しては、ガゴで削っていきましょう。足りない、ガゴが足りない。よし、46%。昨日のアチャ削りと同じ感じで、すっげえ嫌だな、この攻め。俺、やられたくない。やられたくないよ。どう ?OK。で、からの、よし。で、エリポン金山削ってって、50%乗った、押す星には取れるけど、アチャラッシュより伸びない。わかった、これ。そんなおすすめしないな。じゃあね、さすがにこれ負けたと思うんで、勝っちゃった。負けたと思ったら、勝っちゃった。はい、じゃあね、続いていきましょう。そうだな。あ、やった。バーナー工事中だ。バーナー工事中だから、こう、こっちの角からこう、ベハーってやれば、いけんじゃない?なんか今回。いけそうな気がする。ちょっとやるよ。はい、こういう風にもう後ろからどんどん足すだけ。わしら足りなくなったら足していくだけやから。バーナーいなけりゃもうこれ絶対無双すんじゃん。これ絶対無双するよ。これはい、どんどん進行で、でやっぱりビルダーホール8ってテスラ、ロケット花火っていうメガテスラっていう対空施設が増えるんで、なんかいけんじゃねって言ったけど、やんなきゃよかったなって思った。今やんなきゃよかったなって思ったんだけど、結構でも進行、いや、侵食具合やばくない?削りが。はい、届いた。もう、44%。ちょっとメガジェライ。ちょっと、やめて。頼む。ビルダーホールを、落とした。オッケー。いける。で、からのパーセンテージもさらに稼いでいく。待って、予想以上に伸びた。
絶対無理だろうと思ったら、ごめん俺やったけど絶対無理だと思ってやったから、今絶対無理でしちゃろうと思ってやったら伸びるもんだな。え、 61% までいった？嘘でしょ。え、じゃあもうバトルマシン1回能力解放してパーセンテージ稼いでいきましょう。これでと、すげえバーナー工事中なだけでこんな削った。やっぱりいかにバーナーと対空爆弾が脅威かっていうのがわかりますよね。で、金さん壊していって 70% いける、 70% いける、星に 70% すごい。ああ待て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 、もうじゃあでも 70% 勝でオッケー。さあ果たして勝つことができたのか見ていきましょう。さあ結果はいかに、どうだ。ああ前回取られた。